この高齢期になると自分の身の回りのことが少しずつこうおろそかになる、できなくなるわけですよね。まあ、それが在宅の中で長い期間にわたってそれを放置されると、ゴミ屋敷というような生活をされているような方が増えてきて、山根だとか地域包括支援センターの人が在宅にですね、調査に入った時にびっくりする、足の踏み場もない、それどころか畳も腐ってるような、そういったところで暮らしているお年寄りの生活を支援する、まずはゴミを片付けるというところから始まるわけですよね。高齢期、この物が片付けられなくなる、あるいは路上無に入った時に、このベッド周りだけで生活をする、あるいは個室の中で生活をする、自分の領域とそれから他者と一緒に暮らす場所、それをどういうふうに区分をしてですね、場所を認識して生活を整えていくか。